さあ今回の YouTube はですね、ラーメン大好き我が家杉山が選ぶベスト5ということで皆さんに紹介したいと思います。やっぱ過去にはね、ラーメン好きすぎて一軒食べに行った後ラーメン屋をもう一軒はしごするっていうのを やったこともありますし、一日三食ラーメンもありますし、やっぱりね、ほぼほぼ僕のこの体はラーメンで作られてると言っても過言じゃないと思うんで、ぜひね、その私杉山が選んだベスト5を紹介したいと思います。まずはじゃあ第5位、林田。こちらはですね、最近、まあ前からある名店なんですけども、最近中目黒に新店でできまして、本当に高架下のすぐ下にあるんで、駅からもすごく近くて、本当に最近オープンした店なんですけど、そこのね、僕は特製醤油ラーメンを推したいと思います。こちらのラーメンはですね、まあ醤油なんていうんですかね、美しいスープにレアチャーシューが乗ってて、のど越しのいい中太麺かな、まあ細麺まではいかないんですが、食べ応えのある麺と、そしてね、やっぱスープのキレがなんといってもすごくシンプルに醤油の味を追求した。お店はまだ新店なんで店内もすごく綺麗ですし、店員さんもなんかね、職人さんのような、お寿司屋さんのような感じで接してくれるんで、まあここのラーメン例えるなら、そうですね、なんていうか、まあ爽やかな感じなんですよ。すごくみんなに好かれる、あの嫌いな人がいない、何色にも染まってない醤油ラーメン、こちらは美味しいんでね、ぜひ食べてみてください。あとね、替え玉があって珍しいんですけど、100円で頼めるんで、だいたい僕行ったら3替え玉ぐらいするんで、それぐらいちょっと何杯でもいける美味しいラーメンです。さあ続いては第4位の発表したいと思います。ダラ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 ダーン、幸楽。まあこちらも中目黒にあるんですけど、こちらはね、ラーメン屋さんというか町中華屋さんです。僕が勧めるのは旨煮そば、これがマジでやばいぐらいうまいですね。こちらの旨煮そばはね、野菜のと豚バラの入ったあんがかかってまして、もちろんね、最後まで熱々で召し上がる一杯となっております。そこのラーメンはそうですね、やっぱでも完璧なんだよな、完璧なんですよね。盛りだくさんなんです。まず具材が、もう野菜もたくさん入ってるし、うずらの卵、お肉も入ってるし、それにあんが、やっぱあんって最強だよね。やっぱだからなんすかね、ラーメン界のマリー・アントワネットみたいなことですかね。うん、やっぱりね、完璧です。なんだろうね、まあラーメン界のパーフェクト超人ですね、旨煮そば。うん、ネプチューンマンみたいな、もうパーフェクト超人、この旨煮そばはぜひ食べてください。さあ続いては第3位の発表です。こちらラーメン薬味。これすごいのがこのお店、要はお店がたくさんある、並んでるところにあるお店じゃなくて、住宅街の中にポツンとあるお店なんで、こちらはね、ぜひ行く際は調べていただいて、その地図とかね見ながら行ってもらいたいんですが、こちらは僕がこちら薬味で推すのは特製白醤油ラーメン。ここはね、白醤油ラーメンと言って、あとワンタンも入ってるんです。エビワンタンと豚肉の入ってるワンタン、それにやっぱ何に仕事に丁寧にしてるかって、多分スープ作りにすごく時間をかけてると思って、もう透き通った醤油ラーメンのスープ、そしてですね、それに合わせて喉越しのいい自家製麺と、綺麗な仕事、丁寧な仕事のされた醤油ラーメンとなっております。スープ最後の一滴まで飲み干したくなるような感じのラーメンなんですね。こちらは店内はもうすごく邪魔なものが一切ないというか、本当にカウンターだけで、で厨房があって、すごく綺麗なおしゃれな
代官山にあるようなショップみたいな感じなんですよ。代官山っすかね、じゃあラーメン界の。いやもうな、ラーメン屋、多分外観だけだとね、ラーメン屋って気づかないと思います。ということで忍者みたいな感じですかね。忍者じゃねえな。そうっすね。結構僕なんかも、はい、街歩いてる、こうね、芸人とは気づかれないけど、そうっすね。だからもうこれはね、ヤクモさんはね、やっぱラーメン、ラーメン界の完璧なんですよね。でもね、スープのこだわりというかね、仕上がりというかね、すぐそこにあってほしいんですよね、本当はね、近くに、引っ越したくなるうまさ。さあ、続いていきましょうか。一回休憩します。はい。さあ、続いては第2位。ここでついにね、私はつけ麺を紹介したいと思います。第2位はこちら、ジュルメン池田です。こちらはですね、目黒にあるんですが、こちらね、動物系の濃厚スープに、とろみがあったスープに鶏チャーシューが入ってまして、もちろん麺の方も太麺で、食べ応えのあるコシのある麺となっております。病みつきになる、何度も食べたくなる独特な雰囲気の、やっぱ特徴としては濃厚なスープに鶏チャーシューが入って、鶏チャーシューというか鶏のこう塊ブロックみたいなのが何個か入ってるんですが、こちらのね、ジュルメンもね、本当にこう今ね笑っちゃいましたけど、こう笑顔になるような美味しいつけ麺となっております。そうですね、例えるならつけ麺界の、つけ麺界の、そうですね、濃厚でなんだ、パワフルな感じで、セクシーな感じで、まあ、そうですね、篠崎愛ちゃんみたいな、なんかね、感じですかね。すごくこう、いい感じのね、つけ麺となっております。さあ、ついに来ました、栄光の第1位はこちらです。ドン、もちもちの木。こちらの醤油ラーメン、ずっと食べたくて食べたくて、ちょっと前までは、新大久保の方にもあったん、新宿の方にもあったんですけども、ただね、埼玉白岡まで行かないとちょっとなかなか今ね、最近食べれてないんですが、こちらの醤油ラーメンはですね、なんと言っても絶対に冷めない熱々の醤油ラーメンです。こちらはですね、スープがまず魚介系の出汁と濃いめの味付けなんでしょうね、魚粉も多分入ってると思いますが、そちらの上にですね、油膜が引いてありまして、最後までずっと熱々のまま食べれて、とにかく魚のこうキレというか味がすごく効いてるという魚介系醤油ラーメンなんですね。とにかくね、最後まで冷めないということなんで、ずーっとこう食べてれば食べてるほど汗が出てくるんですね。だからまあ例えるなら、こちらは食事をしながらダイエットのできるラーメン、サウナ感覚でね、ぜひ遊びに行ってはどうでしょうかね。ということで、栄光の1位はもちもちの木でした。以上、我が家杉山のラーメンベスト5でした。例えるなら、スラムダンクでいう山王対湘北の試合のような感動を味わえる一品となっております。ぜひ感動を味わいに行ってみてください。